どうもろくんです。2023年2月22日水曜日、玄武神社やってきました。場所はですね、ちょっとこう船岡山が見えてますけども、船岡山の少し東です。隣は今宮神社の旅所ですね。ほとんどこう駐車場になってますけども、お旅所があります。玄武神社、初めてちょっとこう来たんですが、駒札がありましたので読んでみたいと思います。玄武神社、御祭神として門徳天皇の王子であるこれたか神皇を祭り、別名これたかの社とも呼ばれていますと。社名の玄武とは青龍、白虎、朱雀とともに王城を守る四神の一つで、平安京の北西の守護神として名付けられました。亀に蛇が巻きついた形で描かれていることが多いです。当社の起こりは親王の末裔で、当時のこの地に住んでいた星野重光が877年から885年、古いですね、平安京できてもうすぐの頃ですね、に親王の御霊を慰め、また王城北面の鎮護、ちょうどこう平安京の大内裏の北側にあたりますので、その王城北面の鎮護を願って親王の おじい様にあたる木のナトラが所蔵していた親王寺愛の剣を祀ったことに始まると伝えられていますと。毎年4月の第2日曜日には玄武安らい祭り、安らい祭りというのはこちらのお旅所がある今宮神社が安らい祭りやってるんですけども、それにちなんでるのか、どちらが古いのかちょっとよくわからないんですけども、玄武安らい祭り、国の重要無形民族文化財が行われますと。この民族芸能は平安時代の花の精の力による疫神封じ、花沈めに由来し、桜や椿で飾られた風流傘を中心に、鐘や太鼓の囃子に合わせて、鬼や子鬼が町を踊り歩く京都の奇祭の一つとして知られていますということになってます。玄武神社ですね。ちょっとですね、タイミング悪く一人お参りに来れた方おられますので、ちょっと待ってみたいと思います。この灯籠のですね、ところにちょっと玄武石鹸、私は初めて聞くんですけども、こういったこう石鹸が玄武って書かれてる、亀のこの甲羅の六角形のそういう石鹸があるんでしょうね。そちらの騎士によるものみたいな感じですね。玄武神社ですね。ちょうど鉢がですね、綺麗なちょうど鉢があります。水は流れてないんですが、亀をモチーフにして、水を本来でしたらこう流しているという、そういった感じになってますね。こちらが本殿です。社務所こちらになりますね。本殿玄武神社ですね。参拝の作法というのが書かれています。こじんまりした神社ですので、もうこれ本殿と、あと社、宮明神と、玄武稲荷大明神がありますね。こちら宮明神です。
ちらは玄武稲荷大臣大神。こちらがですね、今宮神社のお旅所になってますね。まあ、安らい祭りの時に何かこうこちらにこう、まあ、神輿か何かが、まあ、帰ってこられるという、まあ、そういったお旅所になってます。まあ、あの私自身が安らい祭り見たことないもんですから、まあ、一度見てみたいなとは思ってるんですけど、なかなか機会がないですね。こちら玄武稲荷大明神になってます。街中にありつつも静かですね。すごく静かな雰囲気になってます。こちら本殿、西側から見たところですね。なかなかこう小造りですが立派な本殿になってます。30メートル四方ぐらいのそんなに広くない境内なんですが、まあ、綺麗にものすごくされてますね。まあ、初めてこの玄武神社中神社あることすらちょっとわから知らなかったんですけども、お参りさせていただいてもう非常にこう、参考になったかなと思います。まあ、これもですね、こちらの神社も京都検定に出てくる可能性はあります。はい、北のお守り神王城鎮護の守り神として、まあ、なんという神社が奉納されているかという問題も出てくる可能性はありますね。まあ、玄武神社ということになります。こちらもですね、こちらの灯籠も玄武石鹸って書いてありますね。玄武石鹸奉納されてます。はい、以上玄武神社でした。